乾燥し泣かせですよ。若新さんを僕は先に当てることができません。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことは、あくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は若新雄純さんについてでございます。はい、ということで僕は今回の台本を書くまではこの若新さんという方については一切知りませんでした。珍しい名前の方だけど、やたらとマカロンや動画のコメント欄でリクエストいただくなぁということで、この度動画に採用させていただきました。僕のように、え、誰ですか、ジャイアントシンとかタイガージェットシンのようなインド系レスラーですかというような人も中にはいらっしゃるでしょうから、まずマカロンから先に読んでいきましょう。ケンケン先生、いつもありがとうございます。若新の愛称で知られる慶大特任准教授若新雄純さんの感想枠をどうぞよろしくお願いいたします。次、慶大特任准教授でタレントとしても活動する若新雄純氏の感想枠をお願いします。ニュース番組でコメンテーターをしていましたが、人は見た目が大切、事実婚してる男の人にろくなやつはいない、そう思わせるやつです。次、慶応大学特任准教授の若新雄純氏が1月31日全活動を休止し、大学教員も3月末で退任すると X 旧 Twitter に投稿。週刊新潮より若新氏が慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスに通う大学院生だった時代、16歳の高校2年生と半同棲生活を送り、若新氏の浮気などに悩んだ少女が自殺未遂騒動、茶髪のチャラい、見た目通りの人物だと思いました。次、先生いつもありがとうございます。若新雄純の感想枠やってください。話し方がほんと不快で、テレビは見ないようにしておりました。テレビからいなくなるそうでラッキーです。見た目もどうかと思っていましたが、出た、やっぱりまんまかよと突っ込みたいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、たまには動画コメント欄も紹介しておきましょう。この方は2つの動画でリクエストしてくれていました。若新も見てくださいということですね。最後もう1通、若新雄純の感想枠もお願いします。若新が出るたびにチャンネルを変えてました。生理的に無理なんです、あの男性ということで、世の中にはアンミカ以外にも人間がチャンネルを変えてしまう人物がいるんですね。ともかく6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。なぜこの方のリクエストがこんなにも来るんでしょうか。そのあたりから探ってみますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、若新雄純三股交際発覚前編。項目2、若新雄純三股交際発覚後編。項目3、若新雄純氏はどんな人。項目4、若新雄純氏を感想枠で見るの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、若新雄純三股交際発覚前編です。早速記事が見つかりましたが、かなり細かく詳細が書かれておりまして、長いのに前編後編に分かれております。デイリー新潮様の記事を引用させていただきます。事実婚のパートナーがいるのに三股交際発覚、若新雄純氏が慶応大学特任准教授を辞職へ、直撃にテレビから消えますというタイトルでございます。15年前に16歳の女子高生と半同棲生活を送っていたことが発覚したばかりのテレビコメンテーターの若新雄純氏、通称若新、年齢非公表が、事実婚のパートナーがいるにもかかわらず別に2人の女性と交際しトラブルになっていましたことが週刊新潮の取材で分かりました。若新氏は取材に対し事実を認め、テレビなどでの活動を今月いっぱいで引退すると宣言。慶応義塾大学特任准教授など大学関係の職も3月までに辞職すると話しました。渦中の男はスマイリーフェイス、日本でいうニコちゃんマークが大きくプリントされましたパーカーを着て約束の場所に現れました。左胸にサンキューの字が見えるワッペン、装いこそ軽やかですが目元は落ちくぼんでいます。若新氏は取材の冒頭でこう語りました。今月中に全ての番組出演予定をキャンセルし、今後はテレビの仕事はいたしません。3月まで慶応など大学の役職も全て辞任します。自治体と進めてきた街づくり事業にも二度と関わりません。複数の女性と抱えているトラブルにつきましても自分は表に出る資格がない人間として世に姿を晒す、一切の職から身を引く意向を示しました。本誌前号では若新氏が SFC 慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの大学院生だった当時、9つほど年の離れました16歳の女子高生と約1年間にわたって半同棲生活を送っていた過去を報じました。若新氏は家庭環境に恵まれず、実家に居場所がない少女を口説き、合鍵も渡し、
自宅に出入りさせていました。少女は若新氏との同居生活で精神を病み、精神科から処方されました薬をオーバードースする自殺未遂騒動も起こしていました。こうした取材結果を電話で伝えますと、若新氏は浮気や偽装工作については否定しつつ、少女と交際した過去は概ね認めました。そして真剣交際で親の同意を得ていたから問題ないと繰り返しました。ですが1月24日にデイリー新潮がこの件の速報記事をネットで公開するや、態度を一変させ謝罪文を公表しました。そして当事者であります A 子さんに対して、当時悩ませたり傷つけたりしてしまったこと、さらに今回の記事でも辛い思いをさせてしまったこと、とても申し訳なく思います、本当にごめんなさいと謝罪しました。自身が行った弁明につきましても、僕が自分の保身のために曖昧な記憶を都合のいいように解釈して答えてしまったと反省の意を示しました。さらに週刊誌記者さんへの誹謗中傷は控えていただいたら幸いです。過剰にも見えるほど謙虚で丁寧な謝罪をして幕引きを図ろうとしたのでありました。この謝罪には一定程度の効果がありました。ネット上で若気の至り、15年も前の過去でしょうと同情の声が広がり始め、本誌前号の発売日である25日には関西テレビの幹部が、今テレビに出られない方になったとは考えておりませんと擁護するような発言もしました。28日若新氏をたびたびゲストに起用します。サンデージャポンも本人出演こそありませんでしたが、この問題を取り上げ、スタジオトークで司会役の爆笑問題太田さんが茶化して笑いに変えました。同日昼には本誌報道前に収録済みのビートたけしのテレビタックルにも出演、おとがめなしで活動を継続するかのように見えました。テレビ出演継続の流れを受け、若新氏と16歳当時交際関係にありました A 子さんは本誌に手記を寄せました。私も含め彼に傷つけられた女性たちのために一生表舞台に姿を現さないことを私は強く望んでいます。こう訴え、次のようなエピソードを明かしました。約1年半前の夏、私は数年ぶりに若新氏に会いました。彼が様々な番組で弱者に寄り添う発言をしているのを耳にし、今であればもしかしたら私に対する過去の行動について謝ってくれるかもしれない、見下し散々バカにしてきた私のことを認めてくれるかもしれないと期待したからです。A 子さんは大学卒業後、難関の大学院に進学、現在大企業でキャリアを重ねています。自分をもて遊びました若新氏を見返したいという気持ちで頑張ってきたのです。再会しました際、 A 子さんがそんな近況を語っても若新氏は無関心で、なぜか女性関係を自慢してきたと言います。現在は彼女が4人いる、その彼女ランキングは変動すると言います。さらに元カノが有名なセクシー女優で、いろいろと教えてもらった、この後どうかと誘ってきました。私が断りますと、やる気もないのに連絡してくるなと捨て台詞を吐かれました。 A 子さんの言っていることは正しかったのです。取材を進めますと、4人のうち3人が実在することが判明しました。さらに若新氏はこの女性たちをパートナー、彼女などと序列化していたことも分かりました。事実婚のパートナーがいるにもかかわらず、別に2人の女性と交際しトラブルになっていました。後編では若新氏が3ヶ月前6年間交際していました B 子さんへ送った残酷 LINE を公開します。若新氏は非道極まりない文面を B 子さんに送りつけ、ブロック逃亡していました。 B 子さんはおびただしい数の LINE などのやり取りを提供しています。物のように扱われた、このような男性が教育やテレビや公共事業に関わる資格がないと涙ながらに訴えてきたのです。後編に続く、はいという記事でした。相当モテモテボーイみたいですね。そして典型的な女性で失敗する男ですが、ともかく続きの記事を読んでいきましょう。それでは次の項目です。占いバスターズ項目2、若新雄純三股交際発覚後編です。では引き続きデイリー新潮様の記事を引用させていただきます。こんな男がテレビに出るなんてとんでもない、取材を受けて彼の本性を伝えたい B 子さんはそう言いまして、取材に応じました。若新氏との交際が始まりましたのは6年ほど前です。ある会合で知り合い、恋仲になりました。めったに人を好きにならない性格なんですが、彼の自由奔放な生き方が愛おしく思えるようになったと語ります。相手はテレビで活躍する多忙な有名人です。誰にも打ち明けず周囲をはばかりながら交際してきたと語りました。街中を2人で歩く時も数歩離れていました。ツーショット写真も1枚も残っていません。そう言って彼女は1枚の写真を見せてくれました。場所は伊勢神宮です。鳥居に向かって歩く若新氏の背中が写っています。彼との思い出の写真はこれ1枚だと言います。泊まりがけの旅行に連れて行ってもらったのも
この時を含めて5回くらい。最初は優しかったんですが、しまいに彼が催した時だけ呼ばれるドライな関係になってしまい、と話しました。例えばその目的のためだけに、2時間空いたけど来れる、などと突然呼び出されたそうです。彼の部屋や近くのラブホテルで求められ、終わったらバイバイという扱いです。扱いが存在で、上半身は服を着たままの時もよくありました。一方で私に対しては果てしなく長いサービスを求め続けます。40分以上させられたこともありました。奉仕を強いる間、若新氏は悠然とスマホで YouTube を鑑賞することもあったといいます。ピロートークの時もスマホは手放しません。私が何を聞いても生返事。たまに食事をした時もずっとスマホ。これが自分の素だ、と彼は語るのです。都合の良い女だった、と自省しています。年上であった私は母性本能で彼を愛していた。私の前ではずっと素のままでいてほしいと思っていました。その思いも虚しく、ピーコさんを若新氏は邪険に扱うようになりました。年を重ねるごとに会う回数は減り、1ヶ月に1回から末期は2ヶ月に1回という調子でした。ピーコさんが提供してくれましたおびただしい量の LINE のやり取りは、彼女が前にも言ったけど物だと思ってない、私人だし感情あるし、などと苛立ちをぶつける記述がありました。ですがその大半を若新氏は既読スルーでした。返信しなかったのには訳がありました。もちろん私も気づいていました。他の女の影があることを。されど私が彼にとって本命の彼女で一番の理解者だと信じていた。そんな B 子さんの自負は昨年10月28日午前、粉々に砕け散りました。唐突に届きました彼からの LINE に、起き抜けの B 子さんは絶句しました。次がその文面です。ごめんなさい、言わないといけないことがあります。付き合い始めてしばらくした後に、実は子供を作りたい人と出会い、その人と子供を作り、パートナーとしてお付き合いしています。それを隠してずっとグズグズとセフレ関係を続けていました。本当はちゃんと全部話すべきだったのに、ずるい人間です。ずっと騙してました。ごめんなさい。初めて知るパートナーと子供の存在、しかももう一人の女性までいるという。さらにこう続きました。パートナーにも全部バレて、それからさらにセフレとしてではなく、彼女としてお付き合いしていた人にも秘密がバレて、たくさんの人を傷つけました。もう会うことはできません。最後まで僕から一方的に本当にごめんなさいというものでした。整理してみましょう。若新氏は自身にとって最上位の女性が子供を産ませたパートナー、中間が彼女、最下位がセフレ、この3人のうち末席のセフレが B 子さん、あなただと本人に LINE で突きつけ別れを告げたのです。10分後 B 子さんは返信しました。こういう内容をメールで済ませようとするなんて、原文ままひどすぎじゃないですか。しかしこの返事が若新氏に届くことはありません。すでに彼は B 子さんからのメッセージを拒否すべくブロックしていたからです。あれから3ヶ月後、 B 子さんの時間の針は止まったままです。あの LINE に書かれていたことが真実だったか知りたい。そうならば、いつ彼が子供を作っていたのか知りたい。私の6年間を返してほしい。彼女は涙を流し続けました。若新氏にこの LINE について聞きますと、自分が送ったものだと認めました。自分でも残酷すぎると思います。横に女性がいて送らされたというのが実情ですが、僕が送ったことに違いありません。遅まきながらこれから彼女とは話し合うつもりです。書かれていた内容も事実でした。若新氏には地元福井県に事実婚関係にあるパートナーの D 子さんがいて、その間に幼い子供もいました。にもかかわらず B 子さんばかりか彼女である C 子さんと交際、しかも内緒で結婚しようと重婚計画まで持ちかけていました。2月1日発売の週刊新潮では、C 子さんの知人が語る重婚計画の詳細、若新氏が C 子さんに送った手紙、16歳当時、若新氏と反同性生活を送る中で自殺未遂に追い込まれた A 子さんの告発手記、若新氏が90分間に及んだインタビューで語った引退の決意など5ページにわたって商法しますと書かれてありましたので、これ以上詳しく内容を知りたい方は週刊新潮をご購入ください。それでは次の項目です。項目3、若新雄純氏はどんな人です。ではいつものように感想枠で見る前に、どんな人物なのか少しだけプロフィールを確認しておきましょう。若新雄純氏は日本の元タレント、株式会社ニューユース代表取締役、慶応義塾大学特任准教授などを2024年3月まで兼任予定です。自称は今も思春期、愛称は若新です。2024年1月31日以降、すべてのメディア出演、講演、セミナー活動などを取りやめており、2024年3月までに大学教員を辞職する予定でございます。福井県の兼業農家の多い山間部の集落で育ちました。両親は教員です。
福井県の高校卒業後に地元の福井でテレアポのアルバイトなどを経験しました。設立間もない県立宮城大学で学び、学園祭でステージナルシスト共演を企画して注目を集めました。在学中に同大学の先輩と共同で就職困難者向けの就労サービスを行います、株式会社リタリコを創業し、取締役 COO に就任しました。拡大する組織に適応できず1年7ヶ月で取締役を退任しました。その後慶応義塾大学大学院修士課程で産業組織心理学やコミュニケーション論を学び、2009年に自由業として独立しました。新宿歌舞伎町でダイニングバーを約3年間経営したこともあり、現在は様々な企画プロデュース活動を行っています。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科で2014年4月から特任助教、2016年4月から特任講師、2017年4月から特任准教授を務め、2015年4月から福井大学で産学官連携本部客員准教授を務めました。一身上の都合で大学教員は2024年3月末で退任になります。福井県と慶応大学が連携して運営する若者向けの仮想大学エキセントリックカレッジ福井のプロデューサーを電話で辞任の申し出をし、2024年2月1日に県が了承しました。堺市が委嘱していました堺エキサイト大使についても2024年2月1日に辞任の申し出があり、堺市は1日付で解職しました。2012年に数年前から通称として用いておりました名前ユージュンを戸籍上の正式な名前に変更しています。ということはもともと違う名前だったんですね、の割には適当に名前を付けています。この画像をよく見ていただけると分かりますが、姓名判断は人生との相関性がよくあって 7-8% ではありますが、せっかくならばリスクマネジメントをして画数や漢字はよく見ておくべきだと考えます。せっかく戸籍ごと名前を変えるんでしたら全てをパーフェクトにした方がいいでしょう。こういった爪の甘さが結局今回の件なのにも現れています。それでは最後の項目です。項目4、若新雄純氏を感想枠で見るです。では感想枠に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は若新雄純氏に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はバイクに移動します。メガネをかけていない画像もあったんですが、一番動画コンテンツとして分かりやすいのがこれだったので、この写真でいきます。僕は動画や画像たくさん見てきています。いつも勘違いされますが、動画用に使用させていただいているのはこの1枚ということですからね、間違えないようにしてください。でも誰がどう見ても良さそうには見えないでしょう。無論面相だけでなく髪色や微表情や態度、喋り方も含めて後出しでも何でもなく、もともとこういったスキャンダルが発覚する前でもある程度の方は嫌悪感を抱いていたのではないでしょうか。ちなみにある意味乾燥しなかせですよ。若新さんを僕は先に当てることができません。この方の写真を数枚見せられて、この人物は何をしているんでしょうかクイズを出されますと、とても大学の准教授とは答えられません。ホストで女性客と揉めて刺された人とか、お金を店から抜いて捕まったと答えますから、全く職業クイズでは当てられません。教育者とは初めから知っていなかったらわからないです。いわゆるならず者系じゃないかなと回答しますから、非常に難しいですね。ただ職業は当てられなくても人間性はめちゃくちゃわかりやすいです。ではいつものように顔型から見ていきましょう。顔型は悪くないです。仕事面はすごくいいです。額おでこも一緒で考えて動けるタイプでございます。ハイヤーは見えている写真が少なかったんですが、意固地で自分が一番偉いと平気で考えているような男性。頭部と髪型は通常そうですが、大学の准教授でありながらこの髪色と髪型を選んでいるのは非常に愚かです。自分の仕事や生徒たちからも見られることを考えないといけません。眉は整えていますので元眉を予測しますが、非常に自己顕示欲や物欲、性欲に溢れていて、何もかも欲しがる我慢ができない男性。電卓、陰道、三根あたりは普通ですからね。並びや感覚自体はそう悪くないんですが、目が良くないです。執念深くねちっこい性格で、相手を落とし入れたりすることにより自分が上に上がっていくのを得意としています。ですから仲間や友達、彼氏や旦那にはしたくない男です。ルイドやガサン、肌の色、目の色も良くないので健康には注意した方がいいでしょう。鼻は分かりやすくマウントボスタイプで、自分さえ良ければいい。
と常々考えているでしょう。人中は悪くないですが、口元は薄情で、こちらも自分の得のことしか考えられない人間です。動画で喋り方や言葉もチェックしましたが、非常に若新氏は見破りやすいタイプで、一言で言うと勘違い男、俺マジ最強と真剣に心の底から思っている痛いやつです。そしてそういう人間だから隙があり脇が甘いです。謙虚さがない人間ですから、もちろんどこかでつまずきます。遅かれ早かれこうなっていたでしょうし、乾燥師の僕でなくても素人でもマインドが筒抜けの男性ですから、少し厳しいことを言いますが、こんな男性にホイホイついていく女性側にも問題があります。ちゃんとした男選びをしないと傷つくのは自分です。見破りづらい人間だったら僕もまあしょうがないかと思いますが、若新氏くらいは簡単に見抜けないと今後どっちにしろ男性セレクトをミスるでしょう。はい、ということで今日はリクエストを多くいただきました。若新雄純氏を感想枠で見させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。